ロードクライブ級モニターは第一次世界大戦中に建造されたイギリス海軍のモニター艦の艦級である。本級の手法には老朽化により配管となった全土急戦艦の手法を流用することにより安価に艦砲射撃を行える艦として建造された。本級はイギリス海軍が艦砲射撃を行うために建造したモニター艦である。 本級の特徴として最低限の航行能力を持った平らかん型の幅広い船体による安定性に重点を置いた設計をとっていた。船体が小型のために全土級船艦よりも基質を浅く設計でき、本級は大型艦よりも座礁の危険性を少なくでき、より沿岸部に接近して砲撃が可能となった。小型の船体と配管の手法を流用したことから、 戦時中でも急増が可能となった。同警艦8隻はすべて1915年1月に寄港。早いものではその年の5月。遅いものでも11月には竣工し配備されている。右舷から撮影されたジェネラルクロフォード。本級の基本構造は還元が低い平。甲板型船体の艦首に一機の砲塔を配置していた。その背後に環境を部に持つ。 普通り合いなほどに高い、頂上部に見張り所を持つ三脚式のマスと、中央部に細い一本円突が立つ。船体の断面図は安定性を増すために、船体下部にバルジを装着している。原則には、沿岸砲台からの砲撃を受けた時の防御として、最圧しとして 152mm 装甲が張られ、甲板防御も、 同時代のイギリス系巡洋艦と同等の2 5ト、mm、ルから5 1ト、mm、ル走行を張られた。本級の手法として老朽化して退役したマジェスティック級のマーク8 3 0 5トル砲の連装式手法等がそのまま流用された。その性能は重量3 8 5ラムの手法弾を最大行角30度で射距離2 9 0 0ルまで届かせられ、 原則走行は射程9140メートルで21.6センチメートルの走行を貫通することができる性能であった。発射速度は2分間に一発、行革はモニター間に搭載するにあたって改造され、行革は元の13.5度から行革30度、不確定度となった。動力は蒸気機関による水圧ポンプ駆動であり、補助に人力を必要とした。 旋回角度は、監視方向を0度として、左右150度の旋回角が可能であった。右辺から撮影された、ジェネラルウルフ。後部看板上に搭載された45.7センチメートル炭素砲を出した四角い構造物は一見、砲塔に見える画法の基部を装甲で追った棒立てで砲塔ではない。後に、ロードクライブ、ジェネラルウルフ、サートーマスの三隻のみに、 大型軽寿命艦、フューリアスより下ろしたマーク I45.7cm 砲を搭載した。竣工時からあった 30.5cm 連装砲塔は下ろさず、新たに後部甲板上に新たに単装砲画を新設計して右舷側に向けて搭載した。小型の船体のために砲塔形式にはできず、砲身の装填機構を装甲板で覆い、 大まかな狙いは旋回ごと旋回させて行い、細かい微調整は、方門の隙間の範囲内で方針の上下、旋回を行う形式とした。このため、行革45度、深角10度となり、旋回は、右弦方向を0度として、前後20度で旋回できた。性能は1 5 0 6ラムの砲弾を行革45度で、最大射程3270メートルまで届かせることができ、 射程13,720メートルで、原則走行457ミ、mm、リメートルを貫通することができる性能であった。発射間隔は約3分間に一発であった。フューリアスの監視手法は、ジェネラルール笛、完備手法は、プリンス・ユージーン、そして予備方針は、ロードクライブに据え付けられた。ありがとうございます。